かした、動かした、スキルチェ、受けやっていく。そっちやよ、そっちじゃうわ。やれる、やれる、やれる、やって、やれる、キルル、オッケー、やっていける、6キル目。こんにちは、ドラゴンアローの別室、ヒラスエマンツベイようこそ。どうも皆さん、ドラゴンアローです。ということで、本日もバンティラッシュ楽しく遊んでいきたいと思うんですけども、今回使用していくキャラはこちら、赤鷹フェスゲン折り返し夢中にトラファルガーローを使用していきたいと思います。はい、なぜ今回ね、このトラファルガーローを使っていいかと言いますと、まあこの後ね、多分5周年ぐらいかな、 4.5 周年が厳しいと思うんですけども、5周年で多分新超フェスとしてね、多分トラファルガーローがオピオピの実を覚醒させた姿で登場すると思うので、その前にね、このフェスゲンですね、超フェスの1個下のレア度のフェスゲンの状態の鬼ヶ島打ち入りトラファルガーローを使用していきたいとか、そういう理由ではございません。そうではなくてですね、今の環境にめちゃめちゃ刺されるポテンシャルをこの鬼ロー持っているんですよ。というのも、このスキルを見ていきましょう。スキル1、ラジオナイフ回復不能状態を付与する。スキル2、切断気絶状態を付与するということで、まあ、気絶ですね、はい、噛んじゃいましたけども、気絶状態を付与するんですよ。ということはですね、現在の環境のキャラにどっちのスキルを使っても状態異常を与えることができるんですよ。はい、今現在の環境キャラ、皆さんね、お分かりだと思いますが、まあ、例えば超フェスオリン、超フェス人獣カイドウ、まあ、超フェス人獣ヤマトだったりね、まあ、ゾロだったりいるわけなんですけども、ヤマトとかウタみたいなシールドを持ってるキャラも、シールドを剥がしちゃえば、もうほぼ 99% のキャラが状態異常が入るんですよ。さらに、オリンであったり、カイドウだったり、ゾロっていうのは、まあ、復活特性だったり、自身の回復特性っていうのも持ってるんですよね。そういったキャラに対しても、回復不能っていうのはめちゃめちゃ有効ですし、気絶は全キャラに有効ということで、めちゃめちゃ有効な状態異常を、どっちのスキルでも付与できると。さらに、特性で攻撃すればするほどスキル1が、短縮するんですね。はい、特性2のところでね、100% の確率でスキル1のキュールタイムを敵に攻撃した時に短縮するということで、このスキル2、この切断ですね、これがルーム内の敵に通常攻撃全弾入るので、もうめちゃめちゃすぐにスキル1が短縮するんですよ。でスキル1打って状態異常付与したら、この特性1が今度発動して回復不能状態にした時にスキル2のクールタイムが 20% 回復すると、短縮かということで、めちゃめちゃスキルが回転するという作りになっております。マジでめちゃめちゃ強いキャラなんですよ。ということで、今回はこのハンコック3種使ってめちゃめちゃスキル短縮してやっていきたいと思います。はい、こんな感じでね、厳選は、まあ、まあ、まあまあできてるっちゃできてるかなぐらいですね。はい、ということで、じゃあ早速、第1試合目に、レッツゴー。はい、ということで、早速、試合目やっていきたいと思います。お相手さんにはですね、ビスター、クンフージュゴン、そして、打ち入りキッドに、そして最後に、人獣ヤマトということで、まあ、自分はね、ちょっと、オリンがいるので、A 旗、B 旗、ちょっと任せて、まあ、キングに旗取りも任せましょうか。ということで、自分は何をしていくかと言いますと、C 旗に行きます。まあ、理由は一つですね、このスキル1、スキル2の対応していきたいので、敵にたくさん攻撃を当てたいんですよ。ということで、スキルですよ。ちょ、待て、今話してるで、待て待て、ちょ、待て、今当たると思わなかった。普通に回避する必要ないと思った。普通に、まあ、しょうがないんですけども、今ならしゃあない。ということで、切り替えていきましょう。この C 旗ですね。はい、もう一回話していくんですけども、この C 旗付近っていうのは道幅が狭いんで、スキル1とスキル2以外もね、攻撃がたくさん当たるんですよ。だから、結構、この、アーロンパークでは C 旗を立ち回っていきたいと思います。 C 旗を立ち回るっていうのはよくわかんないんですけども、 C 旗をちち待ってこれいけるぞ、ちょっと待って怖いけど、スキル1でやるんじゃない、学部の情報 OK、 スキル1打って切りしていくー。ところで1キル目を渡ります。ところでもう待って、スキル2早くスキル2打たないと意味ないんで、ちょここら辺で道幅見せないからスキル2打っちゃって、いや待って、いけるぞ、スキル2打って、あ、いや、いけるいけるいける、よろけない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 よこっち、はい、ということで、よろけないよろけないよろけない、オッケーオッケーオッケー、シール剥がしていく、スキル、シール剥がしてないか、剥がしてないかい、剥がしてないか、剥がした剥がした、スキル1、オッケーやっていく、そっちやよ、そっちちゃうわ、そっちちゃうわ、普通に、なんでピストル言ってんねん、ジャスケンしといて、ジャスケンしろ、やばいやばい、終わる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 、ちょ、青属性怖い、ちょっと一瞬、待って、これ通常でやれる、オッケーオッケーやっていく、握る目さん、ギューということで、ちょ待って、ヒントいけるか、あ、待って、怖い一応やめておきます、キッドはやめておきますということで、まあ、ちょっと C 旗付近にまた戻りましょうということで、待って、クンフジュゴンがまたなんか旗取ってるよということで、いや、まあこれ旗取り際にスキルして OK いけ、え、助けたか、マジか、 OK スキルね、はい、やっていく、いけるんじゃないか、 OK キルしていく、マジで強い、いや、マジで強い、本当に鬼ロー、いや、あのね、もうね、マジで強いからみんな使ってほしい、本当に強いですよ、これ いないかな、敵いないね、入んなかった、ルーム入んなかったね、ということで、この特性でスキル2のルーム内ではよろけ、いや、見てなかったって、オッケー、いたー、いたー、
うまいわ、カウンターの構え方が。巻き添え食らったけど、まあ、しゃあない、今のはしょうがない。お、全然大丈夫、ごめんごめん、言ってきましたけども全然大丈夫ですと。これスキル溜まってるんで、スキルにも溜まっていくと、スキル中打てるんじゃないよ。スキル中打てない、オッケー、回復のつけていく、オッケー、うん、オッケー、オッケー、オッケー、よろけないから、俺はよろけ、待って、やばい、回避使っちゃった、やばらかした、今回避トスターに使っちゃった、うわ、興奮しすぎた、いけーと思っちゃって間違えて回避できました。マジかよ、まあいいや、しょうがない、もう35秒ゾロでいきますということで。いや、あのね、ルーム内だとよろけないんですよ、ロー、マジで強い、それがよろけないからずっと攻撃できると。それでスキルも短縮 OK。 やばい、ちょっと待って、話だからだとおかしい、待って、全然意味わかんないです、回避もしちゃったし、ちょっと待って、これでアシュラやるかな、 OK、 あ、またジュッツだまたやっちゃったよ、もう。オッケー、いける。オッケー、いける。待て。言うていけるぞ、これ。オッケー、オッケー、通常で逃げた。いった？え、これ、どっち？バグってんだ、バグってんねんか。ちょっと待って、もうよくわかんない。もう攻撃、通常だけやっとくわ。オッケー、いける、取れる。オッケー、どんだ、終わっていかない。もう、これで終わってもいいということで、1試合目、ありがとうございました。ギリギリ勝てた。てか、もう、こんな興奮しながら、プレイしたの初めてです、ということで。まあまあ。また次はもう一回ね、ローの凄さ見せていきたいと思います。では早速2試合目にレッツゴー。はい、では2試合目よろしくお願いしますということで、敵キャラにはですね、ミドシャン、そしてクラッカー、そして打ち入りゾロですね、エンマゾロに対して、そして最後、ペロスペロがいるということで、今回も、スキルをガンガン使ってね、敵に攻撃していきたいので、シーハタをね、まあめちゃめちゃ主戦場にして戦っていきたいと思います。ちょっとこの一つはちょっと怖すぎるので、ちょっと避けていくということで、ゾロの旗の取り際スキル値で回復の状態にしていく。ちょっとこれ若干しといて、スキルにね、オッケー、やれるやってやれる、クロもやっていけーということでやっていきましょう。はい、めちゃめちゃ素晴らしい今立ち回りだったんじゃないでしょうか。今のが強いんですよね、このスキルで。しかももうスキル値溜まってるでしょ。スキル値でや、スキル値で倒して、スキル値でまた倒して、スキル値で短縮して、スキル値打つということ。いた、ちょー、今話してんねん。ちょっと待って、今話してたのに全然見てなかった。はい、僕のミスでということで、いや、めちゃめちゃやらかしましたね今ね。はい、めっちゃやらかしたんですけども、まあちょっとどうしようかな。はい、ということで、そうだね、あのキングがちょっと怖いから、あ、今ゾロ、いや、行こう。C 旗に行くと見せかけて、キングに状態状態に付与しとけって。いや、ジョモー、またお前かよ。もう先っぽだけが当たりました。はい、ということで、これスキルに行けるんじゃない？赤髪だけないよ。オッケー、やっていく。めっちゃ、待って、ガチで、めちゃめちゃ強い。ほら、またやっていく。はい、待って、4キルした。はい、ということで、4キルやらせていただいたんですけども、今の見ました。結局5万2000出せるんですよってなっちゃいますけども、5万2000出せるんですよということで、これ待って、いい旗握っちゃって、ちょっとヤマトが来るでしょ。待って、早打ちしてきた方が回避、あ、やばい、やばいしょガーッ、もうため金内で打ってくると思っちゃった。ちょっと待って、怖すぎ、ジャスガイシー、あ、できなかった、あ、やばい、あ、もう1残った。はい、ということで特性1が発動していく、残り HP1。 OK、 これやっといて、はい、ジャスガイできるか、 OK、 ジャスガイしといて、はい、おい攻撃して、はい、スキル溜まった、きつ、もういや、もうマジでやらかした、マジか、いや、ジャスガイしたかった、マジで、さっきのとこ、いや、あのね、ちょっとスキルを早めに打ってくるとね、勘違いしました。はい、経験不足でしたということで、ゴハタ取っていく、キング3級。え、待って、このまま勝たせてくれ、行かせてくれ、スキル G 出していく、オッケー、当たんないんかい、いや、待って、ここでこのキングを俺が止める、オッケー、旗の取り際にスキルやっていく、はい、セイユー、これはもう俺の勝ちです、はい、俺の勝ち、いや、マジか、ちょ、待って、大丈夫、オッケー、はい、スキル2で、そのままやっていく、5キル目やぞ、ということで、めちゃめちゃやっていってるんですけども、はい、ということで、結構、待って、残り26秒か、オッケー、いける、これで E 旗じゃなくて C 旗守っていきましょう、C 旗守るっていうか、取っていくか、オッケー、着地される、やばい、ちょっと待って、オッケー、スキル2で、オッケー、4キル、めちゃめちゃ興奮してしまいましたが、無事勝利することができました。6キルしましたね。はい、この鬼ヶ島ロー6キルいたしましたということで、いや、マジで皆さん持っている方使ってみてください。ハンコック3種だとめちゃめちゃスキル短縮して、めちゃめちゃいい感じに立ち回れるので、皆さん鬼ロー引きましょう、ピックアップ回しましょうということで、皆さんご視聴ありがとうございました。